ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法蓮町にございます 2LDK の賃貸アパートファミールサホの1階をご紹介させていただきます。こちらは 3DK のお部屋を 2LDK に改装しておりますので、非常にゆったりとしたリビングがおすすめポイントとなっております。それでは早速中を見ていきます。まず、こちらがですね、そのリビングスペースとなっております。こちら非常に広くなっておりますので、ソファーなどを置いて十分とくつろぐことができます。またこちらのリビングのスペースにはエアコンが1台付いておりますので、こちら安心して使っていただけます。またこちら開けていただければ1階ということで、かなりですね広い専用庭になっておりますので、小さな物置などを置いていただくのもいいかなと思います。こちら1階のお部屋にはなりますが、シャッター窓の方付いておりますので、お出かけの際やお休みの際の、防犯面の方もバッチリとなっております。そして、こちらですね、見ていただければこのようにクローゼットタイプの収納が付いております。そしてこちらがキッチンのスペースとなっております。キッチンは使いやすいオープンタイプのキッチンとなっておりまして、収納の方もですね、上の収納と下の収納とこのようにしっかりとございます。また2口コンロを置いていただくスペースもございますし、給湯のですね、ボタンの方をですね、こちらにつけておりますので、お湯の温度の変更などはこちらですぐしていただけます。また、その隣の方にですね、モニター付きインターホンをつけておりますので、こちら外の様子すぐ分かりますので、防犯面もバッチリです。それでは横の洋室をご紹介させていただきます。はい、こちらがリビングの横の洋室のスペースとなっております。こちらもですね、窓が大きくて非常に明るいお部屋となっております。こちら開けていただければ収納がですね、このようになっておりまして、もともとは押し入れタイプの収納でしたが、このようにですね、真ん中取っ払ってクローゼットタイプにしておりますので、丈の長いコートなどもしっかりとかけていただきます。それではこちらですね、もう一つ洋室がございます。こちら共用廊下側の洋室となっておりまして、こちらも十分な広さがございます。また収納の方もこのようにですね、およそ半減のクローゼットタイプの収納がついております。それでは水回りなどをご紹介させていただきます。はい、こちらが洗面所となっております。こちら独立洗面台となっておりまして、後ろの方に、室内の洗濯機置き場がついております。そしてこちら奥の方がウォシュレット付きのお手洗いとなっておりまして、こちらですね、お風呂となっております。お風呂も十分な広さがございます。そして、こちらですね、出ていただいたところが玄関のスペースとなっておりまして、玄関のスペースにはこのようにこの字型で、下駄箱の方がついております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。